ギデオン・アルジャーノン・マンテルは19世紀前半にイグアノドンの葉の化石を発見し、その研究、同定を行ったイギリス人医師である。恐竜を最初に発見した人物として知られる。地質学や古生物学の造形が深く、晩年まで熱心に研究を続けた。王立協会フェロー。1790年2月3日、マンテルはサセックス州のルイスで靴屋の息子として生まれた。1805年、彼はルイスの外科医に弟子入りし、1811年には王立外科医学会の会員として医師免許を授かった。そして1816年にはメアリー・アンウッドハウスと結婚し、開業の準備を整え、ルイスのリングマーにあった王立砲兵病院と契約して、同病院の出張医師となった。マンテルは非常によく働き、ある時は産科医として、またある時は内科医や外科医として、日々の職務に忙殺された。特に1816から19年にイギリスでチフスが大流行した際には多い時は1日60人もの患者を診ていた。このようにルイス近郊で医師として忙しい毎日を送っていたものの早朝など時間が空いた際には趣味の地質学に没頭していた。コツコツと地質学の研究を進め、1813年にはルイス周辺の地質に関してまとめた彼にとって初めての論文を出版した。1825年のイグアノドンに関するマンテルの論文に描かれたイグアノドンの葉の化石。下にはスケッチされているのは原生のイグアナの顎である。1811年、ドーセット州のライムリージス村に住むメアリー・アニングは、あたかも巨大なクロコダイルのような、後にイクチオサウルスと名付けられる魚竜の化石を発見し、話題となった。マンテルはこの衝撃的な出来事に触発され、彼の住む地域で見つけられる動物や植物の化石に多大な関心を払うようになった。彼は特有の石灰岩質で覆われているウェールド一帯で見つかる化石を収集した。その地層は中生代白亜紀前期に形成されたもので、塩石網をはじめとする海生生物の化石を含んでいた。1819年頃には、クックフィールド村近くのホイットマンズグリーンにある採石場から化石を得るようになり始める。それまで知られていたイギリスの白亜紀の化石がすべて海生のものであったにもかかわらず、そこで採取された化石には、同年代にその土地が陸地や汽水域だったことを示すものがあった。彼はその特徴的な地層が、歴史的な森林地帯にあることにちなみティルゲート・フォレスト層と名付けた。後にこの層は白亜紀後期に属することが示された。1820年頃、マンテルはクックフィールドでとても大きな骨の化石を見つけるようになる。それらはウィリアム・バックランドがオックスフォードシャー州のストーンズフィールド村で見つけた化石よりも大きかった。1822年、執筆中のサウスダウンの化石という題名の本が完成する直前に彼は同定不能ないくつかの大きな葉の化石を発見する。これこそが後にイグアノドンの葉と同定された化石である。その前年の1821年、マンテルは次回執筆する本としてサセックスの地層を主題としたものを計画し、購入希望者を募っていた。するとすぐに200人から申し出があり、驚くべきことにその中には、時のイギリス王ジョージ4世も名を連ねていたのである。マンテルはそれによって自信を持ち、発見した葉を他の科学者にも見てもらうことにしたが、期待に反してその答えはどれも的を外しており、魚か哺乳類の歯だという人や、白亜紀の地層から出土したものではないと判断する人がほとんどであった。著名なフランスの博物学者で解剖学にも精通していたジョルジュ・キュビエでさえ、その歯はサイのものであると断定した。それでもマンテルはその歯が中生代のものであると信じて調査を続け、それがイグアナの歯にそっくりなことを発見した。しかし、その大きさはイグアナの歯の20倍はあり、その事実から歯の持ち主は全長18メートルもの巨体であると推論された。マンテルは刃が中生代のものだと証明するために地層を丹念に調べたが、他の科学者を納得させるまでにはしばらくの時間を要した。後に恐竜の名付け親となるリチャード・オーウェンでさえその歯は哺乳類のものだと主張し、マンテルと対立していた。苦労の末にマンテルの意見が認められた後、ついに歯の持ち主に名前を付けることになった。彼ははじめ、イグアナサウルスと命名しようとしたが、イギリスの地質学者、ウィリアム・ダニエル・コニベアから、その名称は、現生のイグアナの名称でもあると手紙で指摘を受け、コニベアの代替案であるイグアノドンの名を採用することにした。そうして1825年に、イグアノドンは正式に種として承認されたのである。その後、マンテルは自説を証明するに足る化石を収集し、イグアノドンの前足が後足よりもだいぶ短いことを発見し、それがいかなる哺乳類にも当てはまらないことを示した。また、オーウェンが様々な生物の一部だと同定していた、いくつかの化石は、実はすべてイグアノドンの脊椎であると主張した。新しい恐竜も発見し、それをヒラエオサウルスと名付けた。これは先史時代の爬虫類として多くの人々に受け入れられることとなった。1833年、マンテルはブライトンに引っ越した。しかし、その時の彼は破産寸前であり、薬剤や機器も買えないため医師として活動することが難しくなっていた。そんな折、町の議会から自宅を博物館に改装して、彼のコレクションを展示してはどうかと話を持ちかけられ、熱心な勧めもあって彼はそれを実行することにした。しかし、マンテルは入場料をサービスして無料にしてしまう癖があったため、博物館は結局経営が破綻した。そうして1838年、彼は自分のすべてのコレクションを大英博物館に売らざるを得ない状況となり、それらは5000ポンドの提示に対し4000ポンドで、売却されることとなった。その後は南ロンドンのクラハムコモンに移り、医師としての仕事を続けた。この後、マンテルにとって辛い出来事が続く。1839年、妻メアリーは彼を見限って出て行った。同じ年、息子ウォルターはニュージーランドへと移住してしまう。さらにマンテルの昇進を深くしたのは、1840年の娘、ハンナの死であった。1841年、クラハムコモンで彼は、ひどい馬車事故に遭い、脊椎を損傷し手足が麻痺するようになってしまう。それでも体の麻痺と絶え間ない痛みに耐えつつ、研究を続け、死の間際までいくつかの本と論文を発表した。1844年には、ピムリコに移ったが、そこで痛みを紛らわすために、アヘンに手を出した。1852年、マンテルは、急性アヘン中毒に陥り昏倒し、その日の午後に亡くなった。検視の結果、彼の脊椎は歪曲しており、自己骨折と痛みに苦しんでいたことが分かった。彼のライバルであったリチャード・オーウェンは、マンテルの脊椎の一部を取り出し、王立外科医科大学の棚に保存していたが、第二次世界大戦のドイツ軍の爆撃によって、行方不明となった。現在、マンテルは、ウェストノーウッド墓地に葬られている。2000年、彼の発見と古生物学会に与えた功績を称えて、クックフィールドのホイットマンズグリーンに、マンテルの記念碑が設立された。その場所こそ、マンテルが1822年に初めてイグアノドンの化石を発見した場所である。マンテルは、植物の学名で命名者を示す場合に、ギデオン・マンテルを示すのに使われる。ありがとうございます。